様、それに旅人も。お二人は。なるほど、お二人は相引きをするような仲でしたか。おふざけはよしてください。つゆこ、そのような態度でいたら来年は亡きと交代し、渡墨島のフライム生態管理を担当してもらいますよ。冗談ですよ。お二人が会いに来たということは、塩化の宮の件でしょうか。ああ、さっきココミから聞いたんだ。ココミですか。でしたら、すでに珊瑚宮様からお聞きになっていることでしょう。今、塩化の宮は異様な暗闇に包まれています。また、何もないはずのところから、見たこともない人型の魔物が現れているとのことです。人型の魔物？はい、自らの意志で動く鎧です。精神が錯乱してしまった者の証言のようにも聞こえますが、帰還した負傷者たち全員がそれについて語っています。それだけではありません。暗闇の中では普通の敵でさえも手強いそうです。それゆえ A3 番隊は手痛い被害を受けました。しかし撤退した負傷者がもう一つ不可解なことを口にしています。罪と名乗る巫女が負傷者を治療しているらしいのです。罪？珊瑚宮の記録にはそのような巫女は存在しないはず。はい、確かに記録にはありません。しかし彼女は戦闘祭という儀式を執り行い、塩化の宮の中央に明かりを灯しました。彼女のおかげで負傷した兵士たちは安心して治療を受けることができています。戦闘祭？確か宴会祝湯修正でその名前を見たことがあります。ですがこの儀式は塩化の宮でしか意味をなさないため、渡墨島には引き継がれなかったのです。負傷者の手当があるため私はここを離れられませんが、できればその罪という巫女に会ってみたかったですね。いえ、たとえ珊瑚宮様の手が空いていたとしても、あそこに行かせるわけにはいきません。今の塩化の宮は非常に危険です。旅人とパイモンのような無双の勇士で。そうだそうだ、オイラたちにしかできないことだぞ。これまで何度も協力してきた仲ですからね。その罪という方について他に何か情報はありますか？顔の上半分を覆う奇妙なお面をしていたという報告があります。そうですか、なぜ顔を隠しているのでしょう。珊瑚宮様、私の愚見を申しますと、罪は非常に有効的です。そして厳しい状況下にある今、現段階では悪意の有無を疑い、名誉か否かを推し量る余地はありません。はい、理解しています。負傷兵を撤退させるため、すでにメカジキ一番隊には塩化の宮へ向かうよう待機させています。旅人さんも彼らと同行していただけますか？メカジキ一番隊があなたを塩化の宮の中央拠点へと送っ、それとこれを持っておいてください。これって何かの破片か？ただの装飾品です。もし選択に迫られた時はそれが助けとなってくれることでしょう。珊瑚宮様、それは渡墨島にとってもう必要のないものです。それに残りの2つのかけらは塩化の宮にあります。もし、かしこまりました。では緊急救助任務、三階道合の祭り、これより開始します。はい、あなた方にはいろいろと迷惑をおかけしてしまいすみません。負傷兵の手当てをしなければなりませんので、私はここで失礼します。準備がで